よいしょ。あ、やばい。くしゃみが。くしゃみが出そうで出ないのと。ん？あれ、これ前もゴリラだった気がするな。今日はじゃあ、ライオンに袋食べられるぞ。ライオンにしてみようかな。さて、いいかな。あ、今日は飲み物も忘れたけど、まあいいや。ここ、ん？こっちもついてるかな。はい、じゃあ今日も、まあ、はい、じゃあ今週もいろいろ答えていきたいと思います。はい、お悩み。あ、もうどうしても僕がブラウザー開くと1個目はメンサ関連が引っかかってきますね。はい、僕もメンサ関連会なので、多分その関連で検索エンジンが類似の悩みを引っ張ってきてくれるんだと思います。はい、メンサに入ってる友達がいるんですが、新社会人です。お、誰だろう。僕の知ってる人かな。その人は腹の立つことに地頭がいいで、高校がそんなにいいとこじゃないのに IT 企業を経営しています。メンさんはすごいなんか頭いいんですかねっていうことで、いろいろざーっと書いてありますね。ん？この質問はなんだ？まあ、メンサだから IT 企業の経営ができるかっていうことでもないので、し、まあ、何度か同じような質問で答えてるんですけど、頭の良さっていろいろあるので、まあ、あれこれあるんですが、これは一番下に行くと、最終的にメンサ全然関係ないんですね。誰かと比べて劣等感を抱いてしまうような人がいるかっていうところか。まあそうですね、劣等感、劣後感みたいなものっていうのは、自我が芽生えた時に、自分と他人っていうのを意識するようになった時に、こう思春期の成長の中で芽生えてくる感情だったはずなんですけども、まあそれでパワーが湧いてくるならいいと思うんですよね。こうなりたいとかですね、そういうのが全然ないと目標に対して頑張るっていうモチベーションをかきたてられないっていうこともあるので、全くないっていうのは難しいと思うんですけども、まあありすぎるとですね、こうひがみとか妬みとか後ろ向きになってしまうし、自分にとってもマイナスになるので、まあつい比べてしまう。なるほど。つい比べてしまうのではですね、ちょっとまだ若いと言いますか、ちょっとわかんないですね。この質問されてる方が何歳かわかんないんですけども、自分をかっこよく見せたいとかですね、自分をよく見せたいっていうのがあるから、多分そういうふうに思ってしまうっていうところがあると思うので、もう一回ですね、すごいバカなことをやる。もうちょっと捕まるのであれなんですけど、全裸で、とかですね、結構もうどこまででもってなるとですね、あんまり劣等感ってなくなって何でもできるようになってくるし、自分をよく見せようじゃなくて、ありのままの自分でこういけるっていうスタイルとかキャラを、周囲に確立できるとですね、まあすごい人とかいるんですけれども、それと比べてもそんなにこうマイナスには取らないんじゃないかなというふうに僕としては思います。僕結構バカなことやるタイプなので、あんまりですね、もう若い頃は結構逆にですね、そういうのあったんですけども、今やもうね、そういうのが全然なくなってきているので、まあ、年取るとそういうのがどんどん減っていくっていうのは、自分をこうよく見せたいとかですね、思春期特有のこう、そういうのがなくなるからかなっていうふうに思っています。はい。次、恋愛のところ、また難しいですね。恋愛系は僕には難しいんですけど、彼氏の顔と声が好きです。お、いいですね。いいじゃないですか。いいと思いますよ。性格も好きですが、でも顔が好きじゃなかったら、この方は耐えられないと。で、相手は自分を性格で選んでくれました、私は、相手を顔で選んだと思うと。で、顔だけてか顔で選んじゃった人とも何年も一緒にいることはできるのかできないのかっていうのはですね、
それは顔だけいい人と何人かいるかいないかはその相手次第ですね。顔のいい人、まあ、いいと思う、良くないと思うっていうのがそもそも人それぞれなので、自分のタイプの人がいましたって言った時に、その人がどういう性格かっていうのは、ケースバイケースなんですけども、顔で選ぶっていうことはですね、悪いことっていうふうに、まあどうしても、こう思われがちで内面がどうこうってなるんですけども、現実はぶっちゃけた話そうでもなくてですね、これは恋愛だろうが友達作るだろうが会社付き合いだろうが、第一印象の占めるインパクトっていうのは人間にはすごく重要なので、そこで最低限の清潔感、これは顔の作りとかじゃなくて清潔感っていうものは、こうフォルムでとか振る舞いとか努力で出せるものなんですけども、身なりとかですね、それはもうひげぼうぼうでとかいろいろなってたら清潔感ないんですけど、その清潔感とか笑顔とかそういった第一印象の部分ってすごい大事で、中身がどうこうとか優しい人って言うんですけども、優しいかどうかを選ぶ前にまず第一印象があるんですね。そこである程度クリアしないと中身を見てもらうゾーンに入れないので、どんなに中身がもう神様ですぐらいの人でもですね、身なりのところがすごい全然ダメだったら、その中踏み込んでこう内面を見てもらえないっていうのが現実なので、まあ顔だけで選ぶっていうのはちょっとあれかと思うんですけども、顔は結構重要、顔というか、外見というか第一印象に与えるものっていうのはすごく重要だと僕は思います。そこはですね、努力するべきだし、それをした方が人間関係で、こうかかるコストっていうところが抑えられるので、効率的にもなんですね。絶対こう清潔感あって爽やかでパッてこの人いい人だって思われた方が仕事にしろ何にしろ絶対得しかないので、そこをサボるっていうのはですね、その後そこがダメなのに内面でそこを補うっていうのは相当ハードル高いししんどいと思うので、ちょっとそこはですね、頑張って改善するべきだと思うし、僕はこの顔で選ぶみたいなのをはっきり言うのは、嫌いじゃないのでいいんじゃないかなというふうに思います。ただその人と何でも入れるかどうかは、その人と自分がどれだけ合うかなので、まあ一緒にやってみて、まあ顔のステップを超えてですね、その中に入ることができたっていう状態だと思うので、この質問の方はですね、まずそこを見ていくといいんじゃないかなと、どんな方か、どんどん知っていくといいんじゃないかなと思います。はい、次です。人生何もかも嫌になってやけくそみたいな自暴自棄になることはありますか？今はないですね。僕の場合はないです。っていうのはもう家族もいるし、慣れないっていうのがありますね。これ慣れるっていうことはですね、結構自分だけでに裁量があって自分にしか影響がかからないみたいな人の方が多いので、一人の人が結構多いと思うんですけれども、まあそうですね、慣れるのは、なりたいというのは思うこともあるんですけど、慣れないっていうのが現実ですね。やっぱりいっぱい責任とかいろんなのを負うとですね、そうはなれないっていうのがあるので、なかなか同じストレスでもこうはなれない、まあ、それを超えるほどのストレスを受けないようにするっていうのも家族を守るためには必要だったりで、自然とそうなっていくので、まあ自暴自棄になることはありますかだと、今なりません、ならないようにどうするのでありますかに、もしこの質問が変わるのであれば、守るべきものをちゃんと持つことだと思います。次、はい、なかなか面白いですね。ガールズバーの人に今度の金曜日か土曜日飲みに行かないって LINE を送ったら、同伴ならっていう風にメールが来たんですが、脈なしでしょうか？現段階では脈なしです。現段階ではですね、っていうのは相手は、お金だと、お金としてというか、ビジネスとしてっていう風に見ているので、脈はない、今時点のスポットで見たら脈なしですと。ただ人間でこう知っていくと情が湧くっていうのもありますし、知れば知るほど好きになっていくっていうのがあるので、その先もそうかというと、そうとは限らないですね。まず最初は、もちろん最初からですね、こういうガールズバーの方がですね、言ってくれるなんていうのはないので、その人に好意を抱いたんだったら、まあ最初多少お金払ってでも行くっていうのはいいと思うんですけども、そこでいろいろ知ってもらってですね、お金なしの関係に持っていけるのか、あくまで相手はお客さんとしか見てくれないのかっていうのはここから先だと思うので、頑張ってみてください。今は脈なしです。はい、次ですね。
他人の人生を邪魔した人に自分の人生なんてあるのでしょうか？ありますね。逆にですね、他人の人生を自分が邪魔してないっていう考えるのは結構傲慢で、まあ、すべてがゼロサムゲームとは言わないんですけれども、まあ、スポーツでも何でも自分が上に行くっていう時にはですね、例えば世界チャンピオンになったら、その競技をやってる他の人たちの人生、その人たちの世界チャンピオンになりたいって言ってた人たち全部蹴散らして邪魔をしたということにもなるんですね。でもそれはしょうがない、競争の中なのでとかですね、まあ、人間っていうことではないんですけども、ご飯食べたりするときにですね、生き物の命を奪って食べるっていうこともありますし、なので人は生きていく限りですね、誰かの邪魔をしているのは間違いないので、それを自分はしてない前提に見えるような質問にちょっと見えてしまうので、ちょっとそれだと傲慢かなと思います。ただまあ、そういうところではなくてですね、まあ、明示的にすごい嫌がらせをされたとか、なんだとこう殺人みたいなね、殺しちゃったみたいな、そういう人にっていうことなのかもしれないので、あながち何とも言えないんですけども、少なくとも自分も誰も彼も、何かの邪魔をして生きているっていうのはあるので、その上で生きていかないといけないので、その分頑張って楽しく生きていきましょうっていうことだと思うので、今邪魔をしちゃっているのは自分も同じかもしれないし、だから人生なんてあるのでしょうかというか、邪魔をしたからこそ、生きて楽しく生きていかないといけないんじゃないかなというふうには思います。はい、今週の最後6つ目かな。最近気づいたのですが、女性が本当に望んでいることって誰かを依存させて支配することではないですか？いや、違うと思います。これはタイプですね。タイプです。これ別に女性だけではないと思いますし、男性でも依存してもらいたいっていう人はいると思うし、女性でも依存してもらいたいっていう人はいると思いますが、こう本当に望んでるっていうかちょっと微妙なんですけど、誰かに依存されるっていうことはですね、その依存してくる相手についての責任が発生するので、まあ、自分で責任をガッと負ってでも自分の思う通りにしたいっていうタイプの人はいると思うんですけども、逆に責任を負いたくないから、誰かに依存してもらって守ってもらいたいっていう方もたくさんいると思うので、女性が必ずしもそうかというと僕はそうではないと思います。で、まあ今の時代は違うんですけども、昔の戦国時代とかもう戦の時代だと女性っていうのは腕力の面ではどうしても男性に劣るので、その男性に守ってもらうっていうところで、があったので、ある程度依存しないと難しい部分が、あったと思いますし、そういった武士とか戦ってお金を稼ぐ人たちがこうブイブイ言わせてた時代だった時にはしょうがないかなと思いますね。でそれの反発で、昔はそうだったから今そういうのがなくなったから、逆に自分たちがブイブイ言って依存してた側から依存させる側に変わるっていうようなムーブメントが、ちょっとごめんなさい、僕知らないんですけど、もしあるんだとしたらそういうのはあるのかもしれないなと思って、今ふとこの質問を持って思いましたが、女性が女性がという必ずしもっていうふうには思わないので、違いますっていう回答になります。はい、今週もやっぱりなかなか面白いですね。千差万別、人によっていろいろ悩みは違いまして、すごいそういうのを見ていく中でね、僕も勉強になるのでありがたいなというふうに思います。また来週もよろしくお願いします。